どうもこんにちは、ヤクです。こんにちは、ヒョギンニだ。声が響きますね。はい、ということでですね、皆さん動画で福袋をもう視聴者のリクエストがあったもの、ツイッターのコメントにあったものを全部買えますというので買った福袋がございました。それがなんと1円福袋。1円の福袋って言ってもコスメスキンケアが入った1円の福袋なんですね。これがちょっとあ、おもろいなと思って、これ動画にしたらおもろいんじゃないかってことで1円福袋を2つ買いました。大きさこれです。福袋とは、触った感触がすっかすかでもこれね、1円福袋ですけど、なんと送料が999円です。つまり1個1000円するんですよ。で、送料は2つ買ったらその送料1個分で済むのかなと思ったら、いや、そんなことはなかった。2つそれぞれしっかり999円の送料かかって、結局2つ買ったら2000円ですよ。2000円の福袋みたいなもんですよ。じゃあ中身ちゃんとしてるよね。まあ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 、ちょっと開けていきますよ。いや、もう触った感じがさ、コスメスキンケア1円の福袋の中身はこちらです。1個目、この時 YouTube 歴4年半のヒョクはすぐにこう思った。この動画抵抗入れしないとかなり短いぞ。その瞬間ヒョクはどうするかどうするかすごく考えた。すごく考えた結果、ブラックヒョクを出すしかないと思った。はい、爪研ぐやつ。はい、これちょっと後で見る。はい、つけるネイルかな箱潰れて入れてある箱そしてマスク1枚。おい、なんだよこれ。はぁ、マジで言ってるこれ。いや、仮にもね、絶対的に送料で999円取るから、結局1000円の福袋なわけですよ。これ1000円の価値や。これに至ってはただのケースやん。これのケースや。これ何？説明書が入ってる。しかも全部英語だし読めないし。あ、もしかしてまつげ美容液か。でもまつげ美容液っぽい先端が。いや、これはまだいいですよ。じゃあ純粋に1円で考えたら、うん、すごいなってなる。でも一応1000円かかってるんだよな。で、あと入ってたもの、これこれこれ、何これ、なんなブラックヒョク出てきそう。これとこれ、あ、すごい、爪が綺麗に研げる。バカー、いらないね。1000円ってこれ、送料も極限まで減らした状態ですね。これ箱も潰して、このなんかメール便かなんかで送れるようにするために、ちょっともう一個、もう一個開けてみますか。大阪から送られてきてるね、どっちも。頼む。でもこっちもなんか似てる気がするな。はい、あー、これマジでブチ切れそうなんだけど、全く同じマスク、そして潰れた箱と説明書と、これ色違いのまつげ美容液ですね。なんとかプロ、フェグプロ、そして全く同じこのなんかネイルの、あ、もう同じじゃない、ちょっと違うわ。え、待って、こっちにはあれが入ってないよ、爪研ぐやつ。これこれこれが入ってない。おー、ちょっとケチられてんな、こっち側よ。ほぼほぼまつげ美容液じゃんてか中身全く一緒ってなんなんねえ、僕の2000円、あ、1円福袋こんなもんじゃ。何、僕こういうのつけたことないよ。これ何、爪にそのままつければいいの、これ何なんこれ。使い方もわからんし、どうでもいいし、もう、ああ、ブラックヒョクをだ、あーあー、出ちゃったよ、もう知らないよ、マジなんだマジ。2000円もかけてこれかよ、お前。これそもそもさ、せめて箱にちゃんと入れてからさ送ってくれよ。なんでこれさ、メール見て送りたいからってわざわざこれ潰してさ、別々に入れてさ、お前これここの送料削ってまで何がしたかったんや。ここの送料削って結局入れたのって、こう爪研ぐやつ、バカー。こんなんで僕満足するわけないでしょうが。わー、でもし綺麗に削れるね、バカー。ブラックヒョクだ、マジなんだ本当に。2000円ですよ、2000円かけてこれ、マスク2枚、コスメとは、いや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 、
はぁ、いやもうマジで意味がわかんない。マジで2000円かけてこれかよ。はぁ、マジっすか。いやいい儲けですね。いやいいですね、いい商売してますね。2000円ね、いい考えですよ。1円コスメっていうね、まさに YouTuber が食いつきそうなねタイトルでしたよ。まさに僕みたいなものが食いつきましたよ。そうなんですけれども、送料999円。ああそうですか、1000円ですか。まあまあまあ1000円でもいいでしょう。まあそれぐらい1000円ぐらいのねあのコスメが入ってるでしょうと思ったけどさ、まつげ美容液全部英語、読めません。トイック480点ぐらいしか取ったことありません。マジで困ります。でも一応国立出身です。なんなん本当に。ブラック欲望だ。まつげ美容液もう頑張って、じゃあ塗るよ。塗るよ、いただいたから塗るよ。もうもらったからちゃんと塗るけどさ、塗るけどさ、お前これ2000円でこれってお前どうすん。動画これ10分もいかないですよ。これもうどうにか今頑張って喋って10分伸ばそうとしてるじゃないか。もうどうすんの、この僕の稼働の方が長いじゃないか。そもそもこのブラック標高のメイクの方の稼働時間が2000円以上の価値があるって言うんだよマジで。二度と買わんわ。いやもうよくわからないしさ、英語で書いてあってもまつげが伸びると書いてあるけどさ、別にね僕こう見えてねまつげの長さは自信あるんですよ。別にまつげ美容液まあぶっちゃけいらないって考えると、これも別に僕必要ない。でマスクいる。で極めつけこのね爪研ぎ。爪研ぎって動物かよ。爪やすり。あー僕は猫じゃねえんだよ。もう全然最近いいことない、マジで。なんなん本当に、なんやねんマジで。もう全然いいことないよマジで。もう MV 撮影終わってさ、やっと人だらけしましたよ。ねやっと人だらけしてさ、あやっとちょっと休めると思って、まあでもね、なんとか動画も投稿頑張ってますよ。この前もね、あの頑張って企業協賛の動画上げましたよ。撮影した動画がアップロードしたのは12月ですけども、撮影はねまさに MV のちょっと前ぐらいなんですよ。一番僕しんどい時だったんですよ。そりゃ顔もげっそりしてますがな。ねえ今なんとか体重戻してるけどな、もう何なんだよマジ。全然いいことないよ。もう最後この前もさ、この前も聞いてよ聞いてよね。ここ一応マンションなんですよ。マンションであのそれなりに階数はあります。50階以上の、まあ、タワー型マンションなんですけども、一応エレベーターが8個か9個ぐらいあって、あのタワーマンションのなんかルールってあるって、こうエレベーター乗るじゃないですか。でたくさんの人乗ってて、まあ、階数こう上がっていくにつれてみんな降りるじゃないですか。で先に降りる人は失礼しますって言って降りるんですよ。で残る人も失礼しますって言ってエレベーター閉めるんですね。こういうタワマンなんかエレベータールールみたいなのがあって、でそれでね僕はいつも通りやってるわけですよ。1階で僕がエレベーター乗りました。閉めようとした瞬間、小学生が乗ってきました。ね、学校帰りなんだろうね。もうやんちゃですよ。もうこんな真冬でもさ、ちょっとなんかすごい薄着なの、風邪ひかないかな、大丈夫かなってちょっと心配しながらね、あの可愛いなと思いながらエレベーター乗ってきたから、ちょっとエレベーターの階数を押そうとしてんだけど、なんかちょっと届くか届かないかギリギリだったから、押してあげようかって言ったんですよ。そしたらその小学生僕のふわって見て、大丈夫ですあって押したんですよ。で、しかもその押したエレベーターの回数が僕よりも上なんですよ。なんか負けた気がしてさ、なんか小学生にさ負けた気がして、なんかすげえ悔しかった。あー頑張ってお金稼いでさ、このこういうタワーマンションに住めるようになったのに、なんか小学生に負けた気がして本当に悔しかった僕は。あしかも降りる時もさ、僕の方が先に降りるわけですよ。でタワーマンのルール先ほど言ったようにですね、降りる人が先に失礼しますって言って降りるんですよ。僕は小学生相手に失礼しますって言って降りたでしょ。その小学生どうしてたと思います？普通はね失礼しますって言うんですよ。でもその小学生、あでエレベーター閉めてった。その小学生なんなん、どこの富豪なんねえ。小学生からそんななんかさ富豪オーラ出されてもさ、こうどうすんの。もうその子の将来も心配よ、おじさん心配よ。マジで10分経ったかな。